感謝大感謝、あやみんです、ゆうてです、イエーイ、はい、ということでチャンネルの紹介をお願いします、はい、このチャンネルではアラサー3人組がアニメや特撮の感想を独自の視点で語っていきます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで本日も機動戦士ガンダムを見ていきます。イエーイ。本日は第何話の何を見ていきますか、はい、今回はエピソード36、恐怖機動ビグザムです、うんうん、最後に出てきてですか。そうだ、あ、前回何も言わなかった、そこ、あ確かにそうだった、めっちゃ怖そうな影が出てきたよね、でかいの組み立ててたよね、恐怖ってことは結構すごい、うん、強そうだったよね、でかそうだし、なんか確かになんか説明欄にちょっと気になる文言すごいあるんだが、互いへの思いを確かめ、はは、じゃない、待って吉本のあれ、そうでしょ、あれが現実なるんじゃん、あの、え、なんか2023年11月10日投稿の機動戦士ガンダム第31話、ザンジバル追撃の感想動画。この回はスレッガーさんが初登場し、ブライト、未来、スレッガーの三角関係説で大盛り上がり、そして3人はある妄想にたどり着きます。いやよいやよ、もうなんかそのうちなんかいい感じになっちゃいそうね、いや私もねちょっとそれ思ってる、なんかブライトさんっつって、ブライトなんかありそうじゃん、奪われちゃう、いや、なんか、ね、なんか無理やりキスとかされそうじゃん、なんかそのうちブライトさんがなんか自分のあの部屋に帰るときにこう、うん、廊下カンカンカンって曲がったらそこになんか、うん、なんか二人でなんかやってるみたいな、壁のステッカーさん超えてて、なんか未来さんなんかこういう感じで、なんかブライトがブライトよだれ出た、怖すぎてよだれ出た、これ全て妄想ですか。そうそうそう、目が女子、女だ、待ってる、待ってる、でもブライトさんやばくない？え、だってこれやばくない？これ大ピンチよ、確かに、ブライトさんそのお互い、ね、未来さんは好きになっちゃってるパターンももしかしたらあるかもしれない、こないだぶん殴られたのに、うん、あるけど、でも新ビーガンでこうやっぱあいい男ってなってこんなんやるけど、いい男でかい一夜に持ってないもの持ってるからな。さ、しかもさ、なんか助けてくれてた一回スレッガーさん、なんかあのカメラとの、あ、まあね、それは、いや、そうそう、それは絶対好きになる要素じゃん、ああいう話、うん、まあね、でもスレッガーさんはあのエヴァでいうカジさんじゃけん、うん、アスカちゃん扱いなんよ、うん、未来さんにしても、ね、うん、なんか服着ろみたいな、脱ごうとすなみたいな、ね、脱ごうとすなって、なんか下着で誘惑しようとして、あ、そうだよ、敬意があって、アスカは14歳でカジさんは20何歩やけん、アスカはちょっともうその大人みたいなことすれば落とせるかもと思ったら、服着ろって言われて、そうそうそう、チーンってなるけど、スレガーさんはお前になんかもっとそのブライトという、ブライトっぽいやつがいる、うわー、ちゃんとした男いるからなっ て, ってなるかもしれんけど、うん、これでスレッガーさんも俺もってだったらもうブライトさんどうしたらいい、なんかヒゲダン流れるわその瞬間、ヒゲダンプリテンダーが流れちゃうよ、ブライトさんも君を幸せにするのは僕じゃないって言っちゃうよ、ひどい、まあ、真実を確かめよう、そうやね、渾身のじゃあブライトさんが救われますようにという思いを込めて、はい、いきます、はい、せーの、はい、燃え上がれ燃え上がれ燃え上がれ、クラブマキトル、クラブマキトル、あー祈ってる祈ってる、君をやめてやめてやめて君をやめてかけみたいな、もうダメ、あ、なんか船がちょっと怪しくなったみたいな感じ、待ってください、あ、ちょっと心配そうだな、お前マジか、お前マジか、ブライトさんもちょっとイラッとしちゃったじゃん、ブライトさんちょっと気づいた、気づいてる気づいてる、え、なになに、何、声言ってた、ちょっと話っつって、うん、何、マック食ってるみたいになってる、揺られながらマック食ってる、うわ、キラキラしとる目が、なんなん、
あ、やっぱこっちはちゃんと白系だね、うん、ちょっとそうかもね。どうなん、どうなん、え、何、え、何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 、生きててよかったみたいな、生きててよかったみたいな、かもね。何、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 クス、あ、やっぱそうや、生きててよかったみたいな、え、やっぱスレッカーさんはちょっと大人な対応、イナッシュね、あ、それならうちも納得なんやけども、うん、もう未来さんどうした、どうすんの？いや、多分分かってるよ。お願いします。え、これで揺らぐことある？え？ほらほら。うわー、それよかった、よかった、やっぱ、やっぱカジさんポジだ。カジさんポジや。うん。え、え、え、何、何、何？え？指輪はめてたやつだ。うん、断った断った、片身あげんの、うわ、もう死ぬかもしれんって思ってるだろうからね。そうですよね。キスの、キスやん、キス待ちしたやん、キス待ちしてたわ、言った、言った、同じ感じだ、言った、言ったやん、吉本言ったやん。ちょっと一回、一回落ち着いてみようか。ガチか。でもこれでスレッカーさん亡くなったら結構辛いね。いや辛いね。フラグではあるな。でもスレッカーさんやっぱちょっと、まあ、ガチじゃなかった。ガチではない。ガチではなさそう。まあ、チューしたけど、ガチで。まあ、あそこでせんかったら男が去るみたいなね。あるね、あるね、あるね、あるね。確かに、確かに。スレッカーさんも。ビグドン、ビグドン、これビグドン、ビグドン、ビグドン、あ、強い、強い、強い、やっぱ強いね、適当。うわー、まあ気になるよ ね、 ね、やばすごい、もう残ってないじゃん。またこの超怖いやつ、うん、怖いやつきた、怖いこの音、うん、なんか見た目そんなえぐくないのが怖いよね。そうだね、うん、え、あ、来た、やった、あ、やった、うん、あの出たやつか、残りの鉄鋼、どうする、どうする、もう3来て一気に来たの、大丈夫、うわ怖い、え、視力鑑定でどっちのことなんだろう、え、この人が一人で特攻するの、残るお茶の、やばい、もう出た、これもアロトリオすごいね、ここは何、何、スイカさんトッキング、セリフなんかみんなが言ってる、うん、スレッカーさんもしかしてみんながうまく生き残るか分かんないよってこと、うん、この方法で絶対いけるとは分かんないけど、やってみるしかない、やってみるしかない、うわ、ちょ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 、あーすごいすごいすごい、おーすごい、ニュータイム発揮して、あーあ、おー、キラーなった、キラーなった、よかった、よかったが、おー、うわー、直接、そう、もうベッタベタやん、うん、なんだ、うわー、うわ、見えた、見えた、見えた、うわー、ちょっともう、まあ、人に直はちょっとさすがにあるもん、やりにくいもんね、うわー
これも聞いたことある。え、なになになに、後ろ何、何、え、何、これ何が見えてんのよ。なんかこれぐらいの気迫があるところあるってことか。あー、ドゼルさんの、うん、はい、え、はい、え、ビグザムが、え、待って、あ、びっくりした、待って、それ、セレクさんは投げ出されたけどどうなったの。え、あれダメなの、どうなの、もうダメ、投げ出され、回収できないの、回収できないの、どうにかして、どうなんやろう。あー、あー、こっちはな、奥さんが、あ、あ、でもあんなに無理なもんなんだってさ、お父さんもさ投げだ、そうそうそう、投げだね、そうそうそう、確かにね、スレッカーさん、なんでスレッカーさんさ、あんななんかみんなもう、はあ、いや、スレッカーさんめっちゃいい人だったのよ、ね、悲しいけどこれ戦争なのよねって言ってた、あれスレッカーさんもセリフよ、ね、だったよね、なんかみんな言ってたもんね、長コメ欄でさ、そうよね、この1話ちょっとやばいね、やばいね、1話やばいわ、わー、未来さんのあれきついな、好きになっちゃったんだね、嘘って言えないのねって、めっちゃなんかちょっとグッときちゃった、なんかその未来さんの、いや、もうでもブライスさん気持ちになっちゃってさ、いやちょっと、まあね、私はブライスさんの気持ちになったらさ、わかる、ここは、ね、これちょいちょいってやって、うん、あ、その二人だけの、二人だけのね、うん、待って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 るって、未来さんは気づいてるのかな、ブライトさん、私にちょっと気ある、絶対気づいてる、これで、ね、より確信、もうより確信したよね、でも未来さんずっと多分気づいとるし、うん、でもやっぱ婚約者おるっていうのもある、うん、今まではちょっとなんか表だってね、でもやっぱあれじゃない、やっぱり関係別にその嫌いじゃないよ、ブライトさん、はいはい、人として嫌いなわけじゃないんだけど、ラブじゃないよって、異性としてではないけん、ないよって、むずいよね、なんかライクだよみたいなね、イエーイとかもできんじゃん、そういうのって、うん、そうよね、いい人だと思ってるし、うん、そうだよね、友達としては普通に仲良くしたいけど、うん、なんか、ね、複雑、うん、え、泣きそう、ブライトさんの気持ちになった、優しいなと思って、なんか、うん、確かに、まあ、わかるよ、スレッカーさんに惚れる気持ちもわかる、いい男だもん、だってもうほら全然やるってつもりなかった、そうね、もう、うん、いい男だな、なんか、うん、なんか本当これさ、うちなんか先生と生徒の恋みたいな感じ、いや、わかる、ちょっとわかる、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 それは違うよみたいな、違うよって、うん、感じあるじゃん、わかる、その気持ちは、うん、あれだよって、今だけだよみたいな、そう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 、一瞬だよっていうね、本当の姉とかじゃないよって、年上の男がよく見えるみたいな感じだよ、そうだよね、そうだよね、扱い方そうだな、まあ皆さんはまだ分からんね、そう、分からんのよ、まだ若いもん、まだ若い、若い、19だって、19が出ちゃったもんね、このさ、スレッカーさんのさ、過去もあまり語られてないじゃん、なんかどういう育ちでとかもさ、いいように言ってあげたんやろね、見合う男じゃないよ、傷つけないように言ってあげてんのかなっていう、多分気持ちに応えるのが違う、気持ちには答えられない、なんかやっぱ中途半端にね、じゃあいいよってやってもなんかあれだし、だし多分自分のさ、立場を考えるとそうじゃない、いつ戦争で自分死ぬかわからんし、そう、なんか時期が悪いみたいな感じはあるかもね、まあ、ここでアクション起こしたけどね、未来さんが、そう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 、スレッカーさんからしたら別にガンガン来られん限りはもうここで多分一生普通に何かを答えてあげることはなかったけど、そうだよね、そうだよね、そうだよね、この笑顔やばい、いや笑顔切ないんだが、あ、これそうキャー、うわー、うわー、目が、目がいる、ここで止めるんだ、ここで止める、キスしてます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 、これも生きないよ、結局生きだー、ことするなー、もうここになんかさ、言ってくるやつはもう、帰れってなるから見せてんでしょとか、なんかさっきまでそんなこと言ってなかったじゃないですか、メガネの女の子みたいな、さっきまで違うって言ってました、メガネの私聞いてたの違いますみたいなのが出てきたら、うるさっとメガネパーンみたいな、キモレはけど、なんかすんなみたいに言ってくる人がいる、いやいや、もうね、そういうことじゃない、これはそういうことじゃない、ね、なんかこうなった時にさ、
ふんみたいな人やなんか、うん、ふんってするなんかすごいさなんかねキラキラした笑顔してほっとーってなってってしたやんなんかおっとーってなってここはもうどっちでも正解だよ別にいやもうなんかつってこうやって行くのも別に正解だし別にでもこれ大正解大正解だねこれまあねでも余計未来さんはちょっとね素敵れんとこ出てくるよでもこれはなんかでもその最後に教えてやろうみたいな感じや最後に、うん、まあ教えてやろうみたいな教えてやろう何をだよ大人のキスようなのかなこれがそれはおみそさんおみそさんなるほどですねもうこの辺記憶ないもんね記憶ないねそういうのありまして、ドズルさん、ドズルさんの最後のなんか、うん、男やってなんか男だね、男だったね。まあなんか奥さんと子供のためにみたいな、そうだよね。私ね守るためみたいなね。犬死にすることはないっつってさ、全員下ろしてさ、うん、そうやね。いや本当だね。一人で残って、ね、うわー。いやなんかめっちゃいいやつや。いいやつだった。めっちゃいいやつやった。めっちゃいいやつやった。最後なんかすごいもうみたいになってたよね。なんかね、なんか最後のなんかもう男のなんか終わる時の確かにプライドだね。なんかアムロもみたいになってたもんね。もう期待消えとったね一瞬。うわでもなんかね、アムロも一人の男としてなんか通ってたね。アムロ17歳なわけじゃん。15、6かな。16ぐらいで、ドズルさんはさ長年のそのそうよね。その感じで男の最後みたいなのを目の前で見せつけられるみたいな感じだったね。確かにね。正面からこう突っ込んでったら向こうが丸裸でね出てきて、ね、みたいなしかも絶対に太刀打ちできないできない、ねね、最後なんか叫ぶったじゃんなんかやらせませんみたいな感じあなんかそんな感じでそんなことあ出た時もなんかもう言葉にならんわこれはみたいなガンダムを見とるんか何なんかようわかんない何を見てるんだろうかみたいな何を見てた本当にねみんなの人生を見てるみたいなそうだねそうだね本当にねいやーせっかーさん生きてないかなんか拾えたりしないのかないやほんと拾ってほしいよ ね拾ってほしいなんか発信機とかついとけばいいのにねこのスーツにさぜひお父さんとかみたいにたまたまこうどっかに引っかかったりとか、ねね、すれば拾ってもらえるでもその可能性あるよねだって全然あるよねまだゼロじゃないよねなんか方角的にちょうどサイド6のとこだったらいけるけどさあもうサイド6にたどり着いとってほしいなカムランさんに回収されてほしい回収されておやカムランさんおやおやあ違う重いとせすぎや幻覚見えとるやんてかさもう結構さなんかお通夜モードみたいななったくないあっち側マクベさんもさちょっともう言葉がないみたいななっとったねこれじゃないみたいな感じのさ、なんかわかんないけどさまあね、もう奥さん目の前にいてねもう泣いてるしでさすがのマクベさんもちょっとなんか人間の心があるからねちょっとね、回収せずに行こうみたいな感じで撮ったけどいやでもそうだね、最初はねおい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 ナチュラルになんか気持ちを考えてください人の心を怒られたほんと今回はエピソード36の恐怖、軌道ビッグザムを見てみましたということで今回の動画も良かったと思う方は高評価ボタンをよろしくお願いしますそして皆さんチャンネル登録をぜひぜひちょっと噛んだけどよろしくお願いします超力、はい、そしていつも皆さんたくさんのコメント本当にありがとうございます、今回はちょっとかなりショッキングな回になりましたけれども男目線とかもねいろいろどんな風に当時思ったかとか私たちの感想に対してのコメントとかぜひぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いしますはい、そして MOM 団の SNS があります X があります。こちらでは配信に関する臨時のお知らせだったりとかこちらの裏側とかも上げたりしてますのでよかったら見てみてください。そして個人用のアカウントもあります。こちらではみんな好き勝手なことつぶやいてますのでこちらもよかったら見てみてください。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。2023年12月17日日曜日、この日 MOM 団史上2回目のオフ会が東京で行われました。当日は昼と夜の部合わせて約30名の方にご参加いただきました。皆様ほとんどが初めましての状態からスタートでしたが始終笑いの絶えない素敵な会となり改めてチャンネルを支えてくださる皆様の愛を感じた一日となりました。これからも全国の MOM 団員の皆様とお会いできることが楽しみです。ご参加くださった皆様、誠にありがとうございました。